さあ始まりますよ、ブンちゃんのゲーム専用チャンネル、ブンさんです。はい、今日はですね、ファミコン版エキサイトバイク、違う、エキサイトバイクを紹介します。420円でゲット。このソフトはですね、1984年に任天堂から発売された横スクロール型のバイクレースゲームです。当時横スクロール型のレースゲームは珍しくて、ここになかったんじゃないかな。エキサイトバイクは日本で157万本売れるミリオンヒットを叩き出しました。任天堂の作品ではマリオブラザーズの次に売れた名作ファミコンソフトです。売るとやっぱり出てきますね。エキサイトバイクは後にバージョンアップされ、VS エキサイトバイクという名前でゲームセンターにあるアーケードゲームに移植されて、ファミコンのディスクシステム版も発売されました。一般的にはアーケードでヒットしたものがファミコンに移植されるパターンが多いんですけど、当時としては逆移植されるパターンは珍しいですね。ちなみに、これはネットでエキサイトバイクを買ったら間違って届いた商品なんで、明日送り返さないといけないんですけどね。このゲームの目的は、スーパーモトクロッサーを操って山あり谷あり、ぬかるみや障害物のあるオフロードコースをジャンプしたりして、転倒しないようにゴールを目指して、スタートからゴールまでのタイムアタックによる順位を競います。表彰台に登れる3位までに入ると次のコースに進めます。一度でも4位以下、表彰台に登れなければゲームオーバーです。とにかくこのゲームの醍醐味はジャンプです。ジャンプが綺麗に決まると気持ちいいんですね。本物のバイクでジャンプするともっと気持ちいいですよ。ゲームの種類は3つ。タイトル画面でセレクション A、セレクション B、デザインの3つのモードを選ぶことができます。セレクション A は5種類のオフロードコースを1台で走って単純にタイムアタックで表彰台を狙うゲーム。セレクション B はセレクション A と同じコースを複数のモトクロッサーとレースをしながらタイムアタックで表彰台を狙うゲームです。最初4台でスタートしたのに、抜いても抜いても前から後ろからライバルが出てくるので、実際何台で走ってるのかよくわからないっていうところもありますけどね。そしてデザインでは自分で好きなコースを作って走れます。自分でデザインしたコースは当時売られていた別売りの機器を使ってカセットテープにセーブしておくことができますが、今はそんなの簡単に手に入らないのでセーブするのは難しいですね。後にバージョンアップされた VS エキサイトバイクや Wii や 3DS などの、バーチャルコンソール版ではセーブできるみたいですけどね。でもこのゲームはですね、2016年11月に発売されて売り切れ続出となった懐かしのファミコンソフトが30タイトル収録された任天堂クラシックミニファミリーコンピューター、略してミニファミコンの収録タイトルに含まれているので、ミニファミコン版なら自分でデザインしたコースもセーブできるはずですよ。ミニファミコンは、今、転売屋の買い占めで倍以上値が釣り上げられていますが、2018年に生産が再開することになったので、再販されたら定価で買えるようになると思います。操作方法はですね、十字ボタンの上を押すと奥のコース、下を押すと手前のコース、左を押すとフロントタイヤを上げてウィリー、上げすぎるとバックドロップを食らいます。ジャンプするときは、フロントタイヤを上げると高くジャンプします。右はですね、ジャンプしているときにフロントタイヤを下げて車体を前に倒して低く遠くに飛べる感じで、左右ボタンで空中や着地の姿勢を調整できます。この辺は本物のバイクでウィリーをジャンプするときとほぼ同じ感じですね。A ボタンでアクセル。B ボタンではなんと急加速ができるターボが使えるんですね。乗り込むバイクにはテンポメーター、離音計がついていて、A ボタンのアクセルは押しっぱなしでも大丈夫なんですけど、B ボタンのターボを押しっぱなしにすると、離音計の温度が急上昇して行き過ぎるとエンジンがオーバーヒートします。そうなるとエンジンが冷え切るまで一定時間タイムロスになります。エンジンの温度が上がりすぎてもですね、クールパッドの上を通れば、これですね、エンジンが急激に冷えるという現実ではありえないイリュージョンが起こります。ぬかるみの上を通るとスピードが落とされてタイムロスになります。
ライバルの前輪に後輪を絡ませてやれば相手を転倒させられるし、自分が引っかかれば自分が転倒させられてしまいます。実際は1ドットでも後ろにいる方が転倒する仕様になっています。それでは軽く1コースを走ってみましょうかね。はい、それではセクション A のトラック1を走ってみます。左下の 3RD サードって書いているところのタイムが表彰台に上がれるタイムですね。この時間以内にゴールしないとゲームオーバーになります。まだ軽く、この大ジャンプ台でこのようなテクニックを使うと大幅に時間を短縮できますよ。もう一度大ジャンプ。はい、ゴールですね。ベストタイムを更新すると1位になります。この動画はゲーム紹介なんでね、複数台で走るセクション B は別の挑戦動画でお届けします。はい、ということでファミコン版エキサイトバイクの紹介でした。ブンさんのエキサイトバイクのおすすめ度評価は動画の説明欄をご覧ください。はい、今日の動画はここまで。チャンネル登録して次の動画を楽しみに待っていてくださいな。ほな、さいな。